バロア・アランソン家の紋章バロア・アランソン家は、フランスの王家バロア家の最古の分子である。諸子の系統を除けば最も長く続いた分子でもある。単にアランソン家と呼ばれることが多い。バロア家のソシャルルは、バロア博と同時に、アランソン博に除せられた。シャルルの長子フィリップ六世は1328年に、フランス王位について、バロア朝を創始する。他方、 次男シャルル2世はアランソン博を継承した。これがバロア・アランソン家の始まりである。シャルル2世は百年戦争中の1346年にクレシーの戦いで戦死した。孫のジャン1世はブルターニコージャン4世の娘マリーと結婚し、博から公に昇釈するが1415年のアジャンクールの戦いで戦死した。 ジャン1世を継いだ息子ジャン2世はシャルル7世に忠実に仕え、シャルル7世も自分と同世代のジャン2世を重要視した。ジャン2世がアルマニャック派の狩領であったオルレアンコ、シャルルの娘ジャンヌと結婚したことがその現れである。1429年にジャンヌ・ダルクが登場すると、ジャン2世はこの熱心な支持者となった。ジャンヌ家系後にケアを余儀なくされていたが、 母方のおじアルティールド・リッシュモンが、フランス元帥に任じられて復帰した。リッシュモンはアルマニャック派と対立していた、ブルゴーニュ派の首領、フィリップ全領公を1435年のアラスの和訳でフランス側に引き入れることに成功させたが、ジャン2世はこれに不満を持った。さらに、リッシュモンが、軍政改革を行うと、ジャン2世はこれに反発し、1440年に、 ブルボン公シャルル一世や義定、ジャンド・デュノワラと共に反乱を起こし、シャルル七世を廃位して、王太子類を大いにつけようとしたが、立志門に予見されて、失敗に終わった。ジャン二世は罪を許されたものの、後に投獄される。1461年に、ルイ11世が即位するとジャン二世は釈放されたが、その中央集権化政策に反発して、公的同盟に参加し、 三度投獄されて1476年に、そのまま没死した。ジャン二世の孫シャルル4世が1525年に、創生したことで、バロア・ーランソン家は、男子が耐えた。しかしシャルル4世の妹フランソワーズが、バンドを向こうシャルルに嫁いでおり、その血筋は、ブルボン王家やコンデ家に伝えられた。シャルル4世はまた、妻、マルグリッドの弟フランソワ一世の家系。 バルワン・グレー向けの男子が耐えれば、フランス王位を継承し得る立場にあったが、それもまた、バンドを向こうや長男アントワーヌにとって変わられ、アンリ4世の即位に至った。ありがとうございます。